挨拶から行こう、はい、皆さんボンジョルノーケンジです。右吉左吉メガネ、どうもケンゴです。久しぶりの挨拶で会いましたよ。確かにオープニング久しぶり、ね、いやもう本当に最近のね動画見てくださってる方は分かるかもしれない、オープニングがないというかね、サボってるわけじゃなくてサボってるんです、悪い言い方するとサボってる。そういつもねケンケンチャンネルの悪いところある素材で作る正直サボってるわけじゃなくて本当になんかもうバタバタしてたら時間がなかったとかで、うん、撮れてないだけなんですよ。なるほど。でも悪い言い方をすると、うん、サボってる。さあということで鈴鹿ラウンド2022年の最終戦がやってまいりました。全日本、まあ本日はですね予選編をお送りしたいと思うんですけれども、まあこのねウィークすごい天気が良くて、もう木曜日からね走行あったんですけど土曜日まで非常に天気が良かったので、まあ着々とねマシンもライディングもこうみんな前進してる感じでね、面白い予選が見られるかなというそんな内容の多分予選になるかと思います。いやそうだよね、だって予選めっちゃ疲れたもんね。あそう、そういえばこれ見せとかないとあるじゃないですか。何何見せちゃうのこれ。見てください、これ週刊現代週刊現代、まあこれが出る頃にはもうこの月号はもうこれ月月号週号週刊、この週刊はもう皆さんないでしょう。なるほど。見てください、我らがおなつ、我らがおなつさんがです、本人からこうやってあげる差し入れっつってそれってサイクルティはい、それってもともと胸がない人でもガッて太ったら一旦はつくんですか。いやでも人によると思います、胸につく人であれば。これ本人からいただいたもので本人にサインをしていただきました。配り歩いてる。でも一番最初にちょっとね渡せる雰囲気はやっぱキンキンチャンネルしかないかなと思って。カズマこれで見応えがもっと出たぞもらったのに本人にサインもらうと。はい、そういうところ。サインが入ってね。サインがね入ってますね。ほら、入ってますね。はい。なかなか貴重なんじゃないですかこれ。貴重だと思います。はい、じゃあエッチなの見たいお姉さんたちに渡しましょうかね。そうだね。はい。はい、ということで、ちょっと変なの挟まれたらやりにくいな、なんか。いやだからこれから予選編ですから。まあそうですけどね。お前気を確かにしてください。ちょっと俺ちょっと上がってきちゃって今。さあということで。はい、予選編ですね。ぜひご覧くださいませ。
Thank you.
はい、お母さん。途中からカットが入ってからセーフだったけど、さあということで予選編いかがだったでしょうか。終わりですか。いやてかさ、これ俺も悪いからさ突っ込めないよね。もうもはやだって読んでるのにさ、それ止めてから回せって話じゃん。え、それなんですか、なんですか。ちなみになんですけど、はい、これワンピース104巻、和の国将軍光月桃之助です。あ、コーヒーがこぼれた。まあということで無事にね予選が終わりまして、私ボンジョルのケンジはですね、昨日からまあというか、まあ、自己ベストもだいぶ1秒以上ですね更新しまして、19位7列目すごいね。19位分かったじゃん。変わってねえのよ。ん、ずっと19位、このウィークずっと19位。すごいじゃん、安定してるじゃん。もう安定してるんだよ。いやでもね、まあすごいこうなんていうの、上位からさものすごいタイムがこう刻まれていくわけですよ、はい、そこのまあ刻まれた一員にやっとなれたかなっていう感じですよね。あとはまあアベレージね頑張って、あと決勝でやるしかないっすよって感じです。はい、3位でした。アタックをミスりました。多分もうちょっとタイム出てたと思います。でも、フロントに並べたんで万歳です。 OK、 割とすげえコンパクトにまとめたな。そういうことだわ。で、まあ、その後のアベリージもだいぶ良かったです。まあそうだね。なんかこんなふざけたエンディングでごめんなさいね。非常に調子いいです。4号車めちゃめちゃいいですよ今回、はい、あの彼も感じてるぐらいいいですよ、うん、あ俺も本当にマシンのフィーリングというかいいです、いいです、頑張れそうです。ということで本日の動画は以上になります。もしねよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。決勝楽しみだね。頑張っちゃうよ。それは意味あるな。いやこれさ。You don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. Today is 6th. Today is 6th.